お久しぶりです。長らく、動画投稿を休止してしまい、申し訳ありませんでした。それぞれの本業や、ネット回線の状況など、様々なことが重なったために、動画投稿を休止せざるを得ませんでした。休止中にも多くの方に動画を見ていただき、最近はコメントもいただけるようになりました。とてもありがたく思っています。そんな中で、登録者100人、を達成できました。本当にありがとうございます。そこで記念企画をメンバーで考えたのですが、みんな、何か言い上がる？歴史解説だし、刀剣の解説動画とかは？いや、記念生放送がいいって。受験が本格化する時期だし、受験対策動画を作ってもいいんじゃない？歴史で人気の高いテーマなら、本能寺の変とかかな？どれも面白そうだけど、生放送はちょっと早くないかな。確かにそうか。時期を考えたら、受験対策かな。長くなりそうだから、別々のシリーズで始めるのは？いいね、そうしようよ。なら記念動画は、本能寺の変かな。だね。刀剣。あ。じゃあ、受験対策は10月、刀剣は年末あたりで、記念生放送は時期を見てやることにしよう。というわけで、つれづれ塾の登録者100人達成記念は、本能寺の変の黒幕についての様々な説を解説する動画になります。また、このお知らせ動画の通り、つれづれ塾の動画は、今後、ゆっくりボイスを使ったものになります。理由としては、今までの動画の作り方にあります。今までは、1、参考文献を読む、2、パワーポイントなど動画用の素材を作る、3、動画の収録を行う、4、編集して投稿する、という4段階の流れで、動画を作成していました。4人でそれぞれの工程を分担していたから、どうしても内容にミスが起きやすかったんだよね。本を読む担当と資料作成の担当、解説担当がそれぞれ違ったから、把握している内容に食い違いができたこともあったよね。編集中に気づいた場合は、修正できますが、投稿してしまうとご指摘をいただくまで、気がつかないということもありました。そのため、ゆっくりボイスを使った解説にすることで、文献を読む担当にシナリオを書いてもらい、なるべく解説内容に、食い違いが起きないようにしました。そんなわけで、これから我々つれづれ塾は、ゆっくりボイスを使った解説動画を投稿していきます。編集に時間がかかることから、投稿頻度を週1回に下げることになりますが、クオリティはさらに上げていきますので、これからもつれづれ塾をよろしくお願いします。今まで解説した内容を、もっと簡単に説明した動画にするから、ぜひ見てね。ご視聴、ありがとうございました。ここは、とある町の郊外にある、喫茶店、喫茶つれづれ。あまり目立たない喫茶店だが、一つだけ変わった特徴がある。それは、ここで働くスタッフたちである。博識のマスターとウェイターが、歴史や文学について教えてくれることから。常連のお客は、この喫茶店を、つれづれ塾、と呼んでいる。マスター、カフェオレをちょうだい。それと、今日は、本能寺の変について聞かせてよ。もちろん。今日も常連客とスタッフが、歴史談義に花を咲かせていた。